DAW レッスンの鈴木です。今回は IK マルチメディア T-LUX モジュールの中から EQ プリアンプモジュールの EQPA というプラグインを紹介してみたいと思います。この EQPA はよくアメリカンコンソールサウンドなんていう風に形容されている API というブランドの 550A というディスクリート3バンド EQ をモデリングしたというそういうプラグインになっています。この 550A3 バンドイコライザーの名機と言われているモジュールで、プラグインとしていろいろなメーカーからモデリングされているだけではなくて、ハードウェアの API500 シリーズのモジュールとしてもかなり人気の高い EQ になっています。では実際に EQPA 見ていきたいと思うんですが、 LF 低域ですね、 MF 中域、 HF 高域の3バンド構成で、それぞれに周波数の選択とゲイン調整が行えるという非常にシンプルな構成ですので、初めて触る方でも簡単に扱うことができるかと思います。詳しく見ていきますと、 LF ですと選べる周波数が 30Hz、40Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、そして 400Hz と、そしてゲインレンジに関してはプラスマイナス 12dB というふうになっています。このステップの切り方なんですけれども、プラスマイナス 6dB までは 1.0 ずつ、それ以降に関しては 1.5dB ステップという感じになっています。そしてシェルフボタンを使うことによって、シェルビングカーブとピークカーブ、2つのタイプから選ぶことができるようになっています。MF の中域も同じです。選べる周波数が 200Hz、400Hz、600Hz、800Hz、1500Hz、3kHz、5kHz。原因は LF と同じです。広域 HF バンドに関しては選べる周波数が 2.5kHz、5kHz、7kHz、10kHz、12.5kHz、15kHz、20kHz という感じになっています。原因は同じですね。そして LF バンドと同じようにピークシェルビングの切り替えができるようになっているという非常にシンプルなものになっています。またバンドパスフィルターも搭載されています。こちらは上が 5kHz、下が 100Hz という仕様になっているという感じです。そしてこの EQPA を使う上でぜひ押さえておいていただきたいのがプロポーショナル Q という挙動です。単語を聞いたことはあるよという方多いと思うんですけれども、これが API の EQ の大きな特徴で、何を言っているかと言いますと、ブーストする量に応じて自動的に Q が変化すると。具体的に言うと、ブーストカットが低い場合ですね。このあたりの場合は Q が広めになっているんですけれども、ブーストカット量を上げていくと徐々に Q も狭くなっていくよと。つまりよりピンポイントな周波数に対して EQ をかけることができるというものなんですけれども、これ実際に使ってみるとわかるんですが、こうなってほしいなっていうところにものすごくうまくはまってくれるんです。またこの3バンドの周波数というものがクロスオーバーしている部分があるんですけれども、それも音作りの幅を広げる一つの大きな要因になっているかと思います。説明が少し長くなってしまいましたが、ここからは実際にサウンドにかけつつ各パラメータを変化させてサウンド変化を聞いてみたいと思います。まずは私がよく API タイプのイコライザーを好んで使っているエレキギターの歪んだパートに対してかけてみたいと思います。ではここに息かけていってみます。まず LF いじってみましょう。わかりやすいように大きめにブーストさせてサウンド変化を聞いてみます。周波数は選択式ですので、あまり細かい音作りというのはできないんですが、今聞いていただいて分かった通り、ギターの重要な帯域にしっかり当たってくれるので、音作りはかなりやりやすいと思います。続いて中域バンド。こちらも同じように大きめにブーストしてかけてみたいと思います。こんな感じですね。このようなサウンド変化があります。ここは違いが分かりやすかったと思うんですけれども、LF と MF で周波数が一部被ってる部分がありますので、ここを組み合わせてあげることによって、かなり多彩な音作りができるかと思います。最後は広域バンドです。こちらも大きめにブーストしてみましょう。こんな感じですね。シェルビングにすることによって、このような効果を作ることができます。
周波数が選択式ですので、ある程度音作りやりやすいと思うんですけれども、大きくブーストさせた状態で周波数を変えてあげると目的のポイント探しやすいかと思います。軽く音作りをしてみました。効果が分かりやすいようにちょっとドンシャリ系のセッティングにしてみましたので、ちょっと聞いてみてください。まずはバイパス状態から。息入れます。このようにブーストするところとカットするところっていうのがものすごくはっきり分かれている楽器に、この EQPA うまくはまってくれると思います。私の場合は今ご紹介したみたいな歪んだギターであったり、倍音が多めのシンセ系のサウンドに対してこの EQPA 使うことが多いかなと思います。また違う楽器の使用例ということで、今回はこのようなエレクトロ系のキックのサウンドを用意してみました。こういったパートにも私結構よく使うんですけれども、ちょっと軽くブーストしてみましょうか。こんなちょっと丸めのサウンドっていうものを非常に簡単に作ることができますし、こう息をついてあげれば結構派手めにやっちゃってもいいと思うんですけれども、このアタッキー感というものを簡単に演出することも可能です。もちろんミッドをいじってあげて、身の部分ですね、ここをコントロールしてあげてもいいですし、今のところこう聞くと結構プロポーショナル Q っていう意味がわかるかと思うんですけれども、かなり Q が狭めのサウンドになっているのがわかるという感じかなと思います。そしてここまで触れていなかった画面の下側、ここはプリアンプセクションという形になっています。使い方は非常にシンプルで、原因が入力音ですね。それに対してアウト、出力音を調整していくという感じになります。ここにプリアンプというボタンがついているんですが、これをオンにすることによって、プリアンプシミュレーションがオンになります。逆に言うと、プリアンプがオフの時には、原因は純粋な入力レベルになって、アウトは出力レベルになるよっていう感じです。それに対してプリアンプを入れてあげると、ここでサチュレーションがかかってくるよという感じになります。まあ、わかりやすいように、20dB ブースト、20dB カットみたいな感じにしてみましょう。まず、バイパスの状態ですと、これですね。ここに対してプリアンプ入れてあげると、このように分かりやすく歪ませることができます。プリアンプオフにしてしまうと、このようなサウンドですね。このプリアンプの質感も、いわゆるアメリカンサウンドと言われるような、ちょっとカラッとした、キレのいいサウンドですので、特にドラムなんかで使ってあげると気持ちがいいのかなというふうに思っております。先ほどもご紹介した通り、あまり細かな音作りをするというよりかは、出すところは出して削るところは削るという、ものすごくはっきりとしたメリハリのある音作りをしたいときに活躍してくれる EQ モジュールだと思いますので、ぜひ活用してみてください。ということで、今回は IK マルチメディアの T-Lux モジュールの中から EQ プリアンプモジュール EQPA を紹介してきました。ご視聴ありがとうございました。